VFW フォッカー H-3 スプリンター、展示されている VFW H-3 VFW フォッカー H-3 スプリンターは西ドイツで設計、製造された単発発動機の冷風チップジェット機構による回転翼機の実験機である。VFW フォッカー社により1968年から1969年にかけて DE-9543 と DE-9544 の機体記号を持つ2機が製造された。冷風チップジェット駆動によるヘリコプターの系列で最初を目指して2機の H-3 が短期間の間試験飛行したが、冷風チップジェットによるローター推進方式はこの規模の回転翼航空機には不適当であることが分かった。 改良型の H-4 が設計されたが、製造はされなかった。代わりに、H、H-3 の主回転翼の直径を0.6メートルだけ拡大し、降着装置と、ビブ、さらにビブと胴体をつなぐテールブームを紹介しした、H、H-5 が一機、試作された。VFW 北海 H-3 スプリンターの、胴体は、キャビン、降着装置。 発動機化の構造体を支持するアルミニウム合金耐荷重流骨を基礎としてその周囲に構築された乗客室外費はガラス繊維強化プラスチックの積層で製作された H-3 そしてその紹介集型である H-5 にはいかなる油圧による操縦操作の補助装置も備え付けられずおのおのの火事回転翼の操作 後に後付けされたダグテッドプロペラの操作の作用も人力で行われた。H-3 スプリンターの特徴は、冷風チップジェットスターによるチップジェット駆動機構を搭載した駆動概念の実証にあった。この目的のためにアリソン 250C18 フリーターボシャフトエンジンが胴体内部に単発で備え付けられ、発動機は延伸式圧縮機を軸張り機にて、 機械的に回転駆動させ、軽量金属管の駆動軸と短い可動性の接続管を介して、回転翼の基部軸の周りに配置された圧縮空気分配器と散布口、ディフューザーに圧縮空気を導いた。かなりの後になって、当初の設計に製図されていた胴体の両側面のダグテッドプロペラへの駆動力を伝達するため、 後付けで、当時の最高水準かつ最先端のギアボックスに、二つの、傘歯車及び曲がり歯傘歯車を利用して、胴体内の単発発動機アリソン 250C18、ターボシャフトエンジンから伝達する機構、延伸式圧縮機、または、ダグテッドプロペラへの動力を切り替えるための延伸式、圧縮機の駆動軸上のブレーキが装備された。この圧縮空気回転翼の羽根の、 先端部分排気と散布口、ディフューザーの回転部分は回転翼基部内のハサミ部品により保持された。固定された空気分配管の修道面は従来の回転翼制御のシャーを導いた。圧縮空気分配器から3本の可動性、接続管を用いて圧縮空気を回転翼の羽根の先端部に供給した。冷たい圧縮空気は 回転翼羽ネの端に流れ込み、ベルヌーイの定理により、噴出速度を高める形状である溝状の噴射口により変更の後に吹き出され、大気中に拡散した。この駆動概念は動力及び駆動機構の試験機、VFWH-2 の試験機構で確認された。この機体は、X-25 の民間機型ベンソン B-8 オートジャイロから取り外した。 72軸馬力のマカロック水平対抗4機千 4318A レシプロエンジンを搭載した。VFW ホッカー H-2 ビュッケブルクヘリコプター博物館での冷風チップジェット機構の試験機 VFWH-2 推進のために2機のダクテッドファン形式のプロペラが胴体の各々の側面にも置けられた。これは可変式の作動装置及び 駆動軸によって駆動された。ダクテッドプロペラは風車状態からおよそ2秒で全力回転まで移行を可能だった。空中静止中の安定性は主に H-3 のダクテッドプロペラの羽の調子外の推進波力の中立操作を維持する水平位置への移動、羽の向かえ角度、羽の回転数、主回転翼の円盤積載荷重、 総重量と大量の完成作用に影響を受けた。計画の早い段階で、H3 はいくつかの試験過程を受けた。大規模な回転翼の羽広を試験で、羽内部の温度と圧力周期をシミュレートしようと試みた。試験装置は完全に自動化され、5分ごとに温度と圧力が増加し、ブレードが振動する前に45秒間安定した。h の唯一の2機の試作機は、 1968年に製造されていたが、最初の非試験の前に、かなりの回数圏の振動揺れ試験が行われていた。洗練された試験装置は、周波数に依存しない、一定の力で回転翼の基部を冷気した。地上試験ではまた、機体が回転翼の高速回転速度領域で、一定の機械的な不安定性を有することを示した。 H-3 の機体は1968年に完成しワイヤーにて地上に軽視された試験飛行は1969年に行われた。しかし試験中に2機のダクテッドプロペラはまだ取り付けられていなかった。渓流を解かれた真の初飛行は1971年3月15日を待たねばならなかった。しかし試験中に2機のダクテッドプロペラはまだ取り付けられて いなかった。当初の設計仕様である2機のダクテッド派プロペラを胴体の両側面に装備した完全な完成型は、翌1972年以降の飛行計画まで遅れた。主回転翼自体は垂直離着陸と空中静止段階の間だけ駆動された。それ以外の場合は、ヘリコプターは主回転翼をオートローテーション状態とするジャイロコプターとして機能した。 このため、一般には複合ヘリコプターと解釈されていたが、巡航時に回転翼は駆動されず、気流により自転するだけであるので、実質は、跳躍離陸を冷風式、チップジェットで賄う複合オートジャイロでしかなかった。しかし空中静止は、冷風式、チップジェットを機能させることで短時間の間だけ、空中静止を実行可能であったので、その意味では、 限定的な複合ヘリコプターであると言えた。こうして H-3 は主回転翼の回転駆動に伴う反作用を生じないので、これを打ち消すビブ回転翼を必要としなかった。代わりにある程度の前進速度がある状況での安定を確保するために V 字型の尾翼が導入されていた。H-3 の主回転翼の直径を0.6メートルだけ拡大し、 光着装置とビブ、さらにビブと胴体をつなぐテールブームを紹介しした小規模な発展型である H-5 が一気、試作された。乗客室は左側が乗降扉を大きく開放可能とされ、左側の乗客用の座席は折りたたみ可能で、一生患者一名分の単価を収容する状態を選択できた。実際に製作された H-2、 H-3、H-5 以外にも多くの派生型が計画された。しかし、すでに明らかになったように、VFW とフォッカーの合併に伴い、1972年にこれまでの試験飛行に加えて、さらなる開発のすべてが中止された。H-3 は、わずか3機の試作機が生産された。1機は飛行することなく不可試験で破壊され、他の2機は、 二機ともに現存し、D-9543 機は現在、ビュッケブルクのヘリコプター博物館に展示され、もう一機は、ドイツ国内の個人コレクションに所蔵され、マイナーツハーゲンの消費工場にあり、胴体保存を目指して細々と、個人規模での胴体復元が続けられている。VFW 北海 H-3 スプリンター。 ジェーンズポケットブックオブリサーチエクスペリメンタルエアクラフト 1976VFWH-3 スプリンターヘリコプターデベロップメントヒストリーフォトステクニカルデータありがとうございます